坂亮太37が10日、都内で行われた TV アニメ、暴食のベルセルク、プレミアムファン、ミーティングに、同じく声優の登場日、伊佐吾33、松岡美里22、関根瞳23、と共に出席した。暴食のベルセルクは、小説投稿サイト、小説家になろうで連載をスタートし、小説、漫画で、シリーズ累計140万部を突破している、人気ダークファンタジー作品だ。TV アニメが10月4日から、放送開始となることを記念して、キャスト陣が、トークショーとミニライブを行った。大阪は、殺した相手から、スキルやステータスを奪い取る能力を持った主人公フェイトを演じる。能力を使ってどういうものを手に入れて、逆にどういうものを失って犠牲にするのかが作品のテーマでもあるので、そこに注目してほしいと作品の注目ポイントを語った。左から大阪亮太、登場日、伊佐吾、松岡美里、関根瞳すべての写真を見る2枚。アフレコ現場は大阪の気配りによって雰囲気も良かったのだとか。ヒロインのローキシーを演じる東條はキャストさんが入りで変わる中でもそれぞれの方に話しかけていて。私もメインのヒロインをやるのが初めてなので。話して和ませてもらって。ありがたい先輩です。と大阪の座長ぶりを感謝と共に明かした。しかし、大阪は覚えがないとこれを否定。僕は関智一さんとずっと特撮の話しかしてない。周りがドン引きしてんじゃないかと思いながらも楽しくてやめられなかったとあくまで先輩声優と趣味の特撮で盛り上がっていただけだと冗談交じりに語っていた。イベント後半にはアニメの OP 曲と ED 曲を歌唱する松岡と関根による音楽ユニットエバードリームがライブを披露。会場を大いに盛り上げた。